えっ、ー、と今日が今11日だっけ12だっけ、あ今12か、まあそう忘れた、まあ午後です。まあ今日最後の作業で、はい、届いた13ミリのセリアでちょっとこの庭石破壊してみます。はい、いいドログです。で今回の動画はですね、とうとう、放置をしていた庭石砕きですね。いや、これ本当にしんどいっすね。っていうか、しんどかったですけど、やっぱりバッテリー式の電動ドリルじゃ、そのパワーが自体が足らんっすね。だから、穴が掘れるまですごい時間かかりましたし、で、これ、セリアの扱いに慣れてないから、この時点で、とある、まあ、僕的に、間違いを1個犯してますね。はい、単純にですね、石がでかいのと、セリアの本数が少ないのと、セリアの太さが足んねえ。単純に細いわ。なんで、ちょっと端っこから地道に行きますか。ね、ここら辺から。はい、で、この時点で犯した間違いっていうのは、これ、よーくドリルを見ててもらえると分かるんですけど、ドリルを入れる深さが、ドリルの刃いっぱいまで入れてないっていうのが僕的には間違いなんですよ。で、セリアっていうのは、まあ、僕も初めて使うから分かんないんですよね。で、セリアに関して使い方もっと詳しく分かりたいよっていう人は、その石工屋さんですね、石材屋の人の動画あるから、それ見た方がいいですね。で、できるだけ穴深い方がいいんですよ。要はそのセリアを入れて石を広げるから深いところまで広げた方が割れる面積が大きいんですよね。で、この時ほらドリルいっぱいまで穴開けてないんですよ。で、ちゃんとドリルもちゃんと抜かないと穴が粉で塞がっちゃうんですね。だからそこら辺効率悪かったですね。今日買ってきたこのでっかいハンマー、この間戦死したハンマーと同じやつで、もうちょい柄が長いやつを買ってきました。はい、だからまあ割れる面積、まあそもそも何センチだっけな、15センチしか確か深さがないから、もっとこう太くて深い矢を打ち込んで、もっとそういう太い矢を打てるようにドリルももっと深くすべきだ、太くすべきだったんですよね。だからそれに気づきました、買ってっから。でもまあ初めてのことだから、物買ってっからじゃ分かんないですね。で、電ドリの刃、ドリルはですね、確かに直径7ミリのちょっと特殊な形でしたね。なんか溝があったりするんで。だからそれに関して言えば、どこまでが最大の太いドリルの刃入れれるのかが僕が分かんなかったんで、とりあえずホームセンターに聞き入ってますね。もう検索をすることをしないっす。で、むしろ検索するんだったらインターネットで。とりあえず現品を見てと、ホームセンターの人の話聞いてからですね、検索かけるの。インターネットの情報って限界があるでしょ。だって無料だし、要はインターネットで公表されてる情報っていうのは、その公開した人間にとって害がないところまでしか公開はされてないっていうことなんですよ。まあ、もともと僕、背取りやってましたけど、背取りで、これ売れますよ、あれ売れますよとか公開してる人いますけど、じゃあそれ、リアルタイムの、情報公開したら自分が死ぬんすよね。まあ、せどり塾にもいましたけど、自分がこれ売れますよって言ったらさ、やっぱりその、塾生じゃなくて、塾生をなんかカモにしてる長い、老舗っていうか、せどり歴の長い人って情報発信しないんすよね。そういうこと知ってるから。そう、だから僕これ売れますよとか、アウトプットしてくださいって塾に入った時は言われたんで、素直にやったんですけど、これ売れますよって言って、やっぱりその在庫がドアって増えるんですよ、アマゾンの。
で、それがゾワって増えるってことは、まあ、売れるものを探し当ててたから、間違っちゃいないっていうことなんですけど、まあ、アマゾンの出品するんだったら、その、アマゾンで一番最初に、なんだろう、お店のストアは安い順で表示されるから、それに乗っかんなくちゃいけないからっていうんで、値下げ合戦に巻き込まれる。それイコール、まあ、自分が死ぬってことですね。原価はって。だからまあそんな感じの要領で、本当に大事なことっていうのはネット上には絶対ない。まあこれは僕の哲学なので、やっぱり生身でやることとかも実際にやらなきゃわかんないことだからやって、やって出てきた問題点をホームセンターの人に相談すると、あ、それってこうなんですよねって。言ってくれるから全然いいっすよ。で、まあ、ここがからが問題なんですよね。一番の難所というか。土に埋まってる石っていうのは結局その土で、埋まってることによってこう圧力がかかってくるわけですよ。横に。横から。だから要はこれセリア打って、で、石を割ろうとしてますけど、石が広がったら周りの地面も広がるってことっぽいんで、割れる面積がすげえちっちゃいっすよ。で、むしろその矢が入ってはいくんだけれども、石が割れないんですよ。周りの土が邪魔して。だからこれもちょっと痛かったっすね。はい、まあ、大体6時前なんだけどさ、心が折れたから今日やめるわ。はい、これさ、多分ね、5、60センチ下まであるんだよね。スコップの先端がね、ゴリゴリとかコンコンってその石を削ってるんだわ、あからさまに。このアスファルトのどうしようか。まあこれ、まあ粉砕だね。まあできるだけこの駐車場になるから、駐車場に差し支えがないっていうか、干渉しないぐらいまでの、まあ、それっつってもね、ここぐらいまでかな。まあ、20センチぐらいぶっ壊さなくちゃいけないんだけど、そこまでやって、まあ、あとは地面の下でいいわ。はい。あとはいろいろ、このコンクリートの、石っていうのはね、後で採石にするから、まあいろいろ考えていかなくちゃいけないんだけど、もういい、心折れたんで、今日終わりです。まあ、砕けなくて、庭石よりも先に俺の心砕けたんで 今回終わりです。まあ、ちょっと出方変えて、また砕いていきます。こんな感じで頑張ってる良い、嫌なことあったら、うち来いよ、オープンしたら。